皆さんこんにちは区長に聞くの時間です今回は2020年を振り返ってということで成沢区長のお話を伺ってまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 早いももので今年もを迎えました毎年この番組では12月はその年の目玉となった区の施策やイベントなどをお伝えしているのですが今年はやはり新型コロナウイルス感染症に対しての対策についてが主な話題となっていくのかと思いますが、はいまあ、そのとおりですね今年は本当でしたらオリンピック・パラリンピックイヤーだということで区としても東京2020大会を成功させて盛り上げようということで様々な取り組みを準備していた ところが1月に新型コロナウイルスの感染が国内でも確認をされて、2月には各地で感染が報告されるようになりました、3月には東京大会の延期が決定をして、4月には国の緊急事態宣言が出されるなど、急速に状況が変化をしてきたわけです。 保健所では新型コロナウイルス感染症拡大防止のために主にどういった取り組みを行ってきましたか、はい、医療機関と連携してです、ね、新型コロナウイルスが疑われる症状が出ている方を速やかに PCR 検査につなげる感染者が発生した際にはすぐに入院できるように医療機関との調整を保健所で行ったり不安を抱えている区民の方の 電話相談を受けたり感染拡大防止に関する区民の皆さんへの情報提供を行ったりと多岐にわたる取り組みを行ってきたわけです。 この新型コロナウイルスの感染が広がったことでこれまでに例のない事態が本当に数多く起こりました、はい、3月には学校や幼稚園4月には保育園が休校休園となり子どもたちの生活にも大きな影響を与えていたかと思いますそうですね学校については、まあ、国からまさに突然の要請があって3月2日から休校となりました、まあ、国から要請が来たのが2月の27日でしてそして翌2月28日 1>, 1日には教育委員会において休校を決定したということです。あまりに突然のことでしたので、児童や生徒、そして保護者の皆様も困惑をされたことだというふうに思います。教育委員会でもですね、就労等によりどうしても自宅で過ごすことが困難な児童生徒を各学校でお預かりをしたり、給食が提供できなくなりましたので、一定の所得以下の世帯には給食費相当分を補助したり、またまああの。 旧来から行行っっているる子どどものの臨時便をを配送すすなどの取り組みを行ったところです保育園については、緊急事態宣言を受けて4月9日から臨時休園ということになりましたけれども、それでもどうしても保育を必要とするご家庭については、各園で緊急特別保育というものを実施いたしました。 四月の緊急事態宣言は区の経済にも大きな影響を受けたと思うんですけれどもどういった対策が取られましたか、はいまあ、緊急事態宣言が出る前からですね区内の中小企業には新型コロナウイルスによる影響が大きく出ていたというふうに思いますそこで三月上旬から中小企業への支援を行いました新型コロナウイルスによって影響を受けた中小企業向けに 有志圧戦制度のメニューを新設をして資金繰りがなどの経営上の相談を受けるための特別相談窓口を開設するなどいち早く中小企業支援に乗り出したところですさて緊急事態宣言は5月下旬まで続きました、はい、5月は経済的な影響や区民の皆さんの不安がさらに強まる一方で国や都区でもさらなる支援や対策が行われた時期でもありましたね、はい 5月にはですね区独自の緊急経済対策や国の緊急経済対策である特別定額給付金の実施を行うために緊急経済対策推進室を区役所内に設置をしました区の独自施策としては東京都が定める休業要請等の対象でない 企業を支援するために休業や時短を行った区内の中小企業や個人事業主に対して緊急や賃助成事業を実施するなどまその時期に経済対策の充実を図ったわけですもちろん経済的な対策だけではなくて区民の皆さんを新型コロナウイルスから守ることがま第一目的ですので5月18日には区内の医療機関 とと連携をををしししして区として最初の pcr 検査センターを開設をしましたその後、PCR 検査センターは順次設置をして現在で6か所となっていますので突然の感染拡大があっても十分な検査体制が整っているということをご報告できると思います。 5月下旬に緊急事態宣言が解除となりましたが、それ以降は新しい生活様式、新しい日常の定着に向けた呼びかけが始まりました。はい、えー、まあ、新しい日常を定着させるためには、しっかりとした知識を持っていただくことが大切になってきます。うん、えー、そこでま。我々4月にえ順天堂大学大学院医学研究科の。 堀里市教授に区の専門委員になっていただきました幼稚園や保育園、小学校、障害施設、避難所運営などについてまあ、実地に出向いていただいて、まあ、具体的な感染防止策についてのご助言をいただいていますこの番組にも出演をしていただいて区民の皆さんへの啓発にもご協力をいただきました 経済の活性化策については、区独自の新たな支援策として、分区中小企業事業継続支援補助金というものを9月からスタートさせています。これは中小企業の雇用、いわゆる人件費ですとか、土地や建物などの賃借料ですとか、新型コロナウイルス拡大防止に取り組むその、まあ、アルコールですとか、そういうようなものの経費を最大30万円を補助するというものです。で当初は、月30日ままでを申請期限とししていましたが けども、これを来年の令和3年のですね。2月1日まで延長しました。まだ該当する中小企業の方で申請をされていない方はま対象をご確認をいただいて、ぜひご利用いただきたいというふうに思います。 また一方、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、花の五大祭りなど観光イベント等は軒並み中止をせざるを得ないという状況です。ただ、まあ、こんな時だからこそ、まあ、運動不足解消も兼ねて、ですね区内を区民の皆さんたちに巡っていただいて、改めて区内の魅力を発見してもらい、結果として区内経済の活性化にもつなげるために、SNS を活用した三大観光キャンペーンというものを、4月から8月にかけて写真て、 新投稿キャンペーンですとか9月から10月にかけてはデジタルスタンプラリーを実施したところですそして11月から来年の1月までは文京区食べ歩きレシートキャンペーンというものを実施中ですぜひご応募いただければなというふうに思います、はい、堀先生が出演された番組は YouTube 版文京区公式チャンネルで配信をしていますので皆様そちらもぜひご覧ください さて、冬を迎え新型コロナウイルスだけでなく風邪やインフルエンザなどにも気をつけなければならない季節となりましたがどのよううな対策がありますか、はい、そうですかそでね、まあ、毎年冬になるとインフルエンザが流行するわけですけども、まあ、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時に流行してしまうとその分、その医療機関を圧迫してしまうと、まあ、新型コロナウイルスだけでも医療機関があの逼迫している状況なのにインフルエンザの方たちの入院等が増えると、まあ 両方の対応ができなくなるということでインフルエンザにかからないことまあ、加えてかかっても重症化しないために、えー、感染予防をに努めていただきたいと思いますまあ、インフルエンザの予防策も新型コロナウイルスの感染予防と一緒ですのでこれまで以上にま手洗いうがい等をしていただいて感染予防に注意をしていただきたいなと思います、まあ、区としては来年1月末までの期間ですけれども高齢者のインフルエンザ等の予防接種の事 ご負担を全額無償にしています医療機関の負担軽減と病床確保のためにま今のうちに予防接種に取り組んでいただければというふうに思いますまた高齢者や障害者子どもが利用する施設については新型コロナウイルスの感染者が発症するとま集団感染がしやすいくなりますので 生命健康を損なう率が高い頃からこれらの施設での感染防止策を一層充実させる必要があると考えていますそのために施設の利用者ですとか職員に対する PCR 検査を10月下旬以降にです、ね、十分対応できるような量を確保することにいたしております それでは最後に番組をご覧の皆様に区長から一言お願いいたします、はい、今年もまあ残すところあとわずかという,ふうになりましたけれどもぜひ、この冬こそです、ね、皆さん安全に乗り切っていただくためになお一層の感染防止に努めていただいてご家族揃って、えー、いいお正月を迎えられるように、えー、自分の体も守っていただきたいなというふうに思っているところです。 皆様、引き続き感染症予防対策を続けながら、どうぞ良いお年をお迎えください。区長、本日ありがとうございました。ありがとうございます。